今回の演習テーマはずばり単振動になりますで、えー、合わせてですね、座標形の選択の重要性を説明しましょうまずか1はで1は、ね、簡単な問題です、えー、この第 B をですね固定して動けないようにしますそしてこの小物体に上向きの初速を与えるとしばらく滑っていきますね でえー、ちょうどこの、まあ、図には書いてありませんけど原点かなを通過するときの速さ v らをこれ与えられていますでここ滑らかなのでさらに滑ってですねあるところで速度を失いますねその後またすべて戻ってくると思うんですけど、えー、この Y 座標 Y を知りたいというだけの問題ですならば、まあ、これはもうエネルギー保存でいいでしょうね関わったエネルギーは摩擦がなければ運動エネルギーと重力による位置エネルギーのみになりますね でここを通過した直後運動エネルギーはこうそれから、えー、ここを重力の、えー、位置エネルギーの基準の高さにしましょうと0ですね、えー、次に最高点に達しましたと運動エネルギーは0で、えー、重力による位置エネルギーが mgy、えー、これを y= イコールに直します。 で次の問題はですね、このストッパーを外して、このダイビーが自由に動けるような状態で、同様にですね、こいつを、えーまあ、滑らせるということをするんですね。あくまで、えー、アニメーションはおよそのイメージに過ぎないので注意してください。まず、上向きの初速を与えます。そして、減速して、ここを通過しますが、このスピードは先ほどと同じ V0 に設定されています。で、この後ですね、この台が動くので、 まあこんな感じの運動をするかなというねイメージアニメーションになりますけれども、えー、実際ですねじゃあこの物体の水平方向の運動はどんな運動なんだろうかとこれも勘で考えるのはちょっと危険ですよねやはり運動方程式に頼るということになります、まあ、薄々入手問題だからまあ単身度かなという予想はつきますけれどもあくまでそれは現時点の予想に過ぎないんですね それでは、えー、正確に議論をしていきましょう。これから運動方程式を書くので、しっかり力を把握しましょう。まずですね、これ、水平方向に運動するので、ある瞬間、加速度を持っていますよね。で、この静止観測者が見た水平方向の加速度をしばらく A と書くんだそうです。そして、ちょっとこれ、離して書いてありますけど、実際ここに乗っかってね。で、こいつのですね、大、えー、B からの垂直抗力を求める。 ためにですね運動方程式を書くんだけどこの人に見せてしまうとこの面に直角な方向にもう運動を起こしている関係でですね簡単に求まらないということが分かります。そこでこの出題者は提案としてこの第 B に乗っかった観測者に見せたらどうですかとこう提案をしてくるんですね。 確かにこの選択は妥当だと思いますで。座標形はもちろんこの垂直効力を求めるということを考えると、この斜面に平行、斜面に直角な座標が適当なんですね。そして力を書き込んでいきます。まず重力なんですが、この座標形で運動方程式を書くんだから分解図にしておきます。それからこの物体 B からのですね、垂直効力ですね。以上、実際に働いているのはこの力だけなんです。 で、さらに、この運動する観測者に見せる場合には、プラス、感性力が働くように感じるはずですから、それを加えます。そして、この人が見ると、えー、まあ、第 B は静止に見えて、で、この森は X ダッシュ方向のみに運動するように見えるわけですから、Y ダッシュ方向は力の釣り合いの式になるということです。ですね。さあ、そうすると、質量× 加速度0イコール y' 方向の力を書き出すと、こういう式になりますね。で、これで n が求まると言ってるんです。ですね。まあ、a を使ってよければ、これが垂直抗力 n ということですね。一方ね、ふと考えるのは、じゃあ x' 方向はっていうと、x' 方向はね、今度この人に見せるとかなり複雑な運動に見えるですね。なので、 え今ちょっと x' 方向に関しては考えないことにする、えー、理由は後ではっきりわかりますとりあえずえこの人の運動方程式によってこの n が求まったことになりますで次にこの対 b の水平方向の運動を調べたいんですで運動方程式を立てますただし今度はこの人に観測させるのではなくて これは静止観測者に見せるということになります。ということは、実際に働いている力だけで運動方程式を書くんですね。で、えー、っと、まず、縦方向には重力とか、床からの効力が働きますけれども、今回は横方向の運動方程式が重要ですから、ちょっとそれは省略させてください。で、横方向に関わる力としては、先ほどの N の反作用がありますね。さらに、このバネ。 えー、原点にある時には自然調ですけど今 X にあるとすると X 縮んでることになるので伸びる方向の K x という力が働きます、まあ、水平方向に関係する力はこの2つだけなんですねあとは水平方向の度方程式を書き出します質量がラージ m 加速度は先ほど A と設定しましたねそして X 方向の力は N の成分 Nsinθ と弾性力ス k ですねはい さあこの中の3つ数何個だかわかるでしょうかまず確認してほしいのはこの加速度 a というのはですね x ダブルドットとも書けますよねそうするとこの2つの式は、えー、x とそれから n の方程式とみなすことができるんですで n を消去すると x だけの微分方程式になりますからそれを解けばですねこの物体の静止観測者に対する運動がはっきりわかるということですそこで n を消しましょう まあ、えー、ちょっと計算が面倒かもしれないけれども、えー、これを代入して整理をしてください。と A はですね、えー、これは x ダブルドットと書けるわけですから、えー、x はこの式に従って運動するすなわち x ダブルドットと x の一時式ですからもうこの時点でですね厳密に単振動するということがわかります。 なんと上でですねこの小物体が動き回っているのにこの第 B はですね静止観測者が見ると厳密に厳密に単振動するということが分かりました近似的単振動じゃないですよ厳密に単振動するんですで今後の議論を容易にするためにですねしばらくここを A0 と略記をするんだそうですそれからこちらの部分を B0 とこう略記をします、えー、これが X の振動型微分方程式ということになりますね でここから単振動の大事な要素を読み取りましょう、えー、確か、えー、まずこれをですね x の係数でくくり直すんだったよね、えー、これでだいぶ情報が引っ張れます例えば、えー、角振動数を要求してますけれどもそれはここの部分このルートが角振動数オメガになりますねルート b0 それからこの式で振動の中心が b0 分の a0 であることが分かります ということは、振幅が求まります。覚えてるかな確か、この第 B はですね、えー、最初原点に静止をしていて、そこから静かに動き出したということは、この X イコール0の場所が左端になるんです。で、この中心と左端の距離を計算すると振幅なので、B0 分の A0、これが振幅ということになります。えー、さあ、これで、えー、この人が見たですね、 このの物体の水平の度はもう完全に把握しましまたちょっとこいつに消えてもらいましょうこいつだけの運動を見ると厳密なですね x イコール0を左端とする単振動であることが分かったんだよねで再びこいつの運動に戻る確かこいつのえー、第 b から眺めた y ダッシュ方向は運動を起こさない だから力の釣り合いになるということを先ほど説明したよね。それで N を求めておきました。ただ、X らし方向調べてないよね。うん。つまり、まだこいつに関しては完全に運動を把握してないことになります。そこでどうするかと。で、これちょっと誘導があってですね、今、この第 B、これは X 方向に単振動することが分かったと。 で、今度はですね、改めて、えー、この座標形でこの運動を眺めてほしいんだけど、特にこの斜面ですね。この斜面の、えー、Y 出し方向の運動はどんな運動になるかというと、これは単振動なんですね。いいですかこの斜面の Y 出し方向の動きは単振動なんです。単振動な。で、しかもこれは時刻 t にその Y 出し座標がいくらかというのはもう計算はできちゃうんですね。 ちょっと数式をいじれば出てくるんです。ということはもう把握してるんですね。従ってですね、この物体の Y 出し方向のこの人が見た運動はもう知ってることになるんです。単振動なんです。だから調べる必要はないでしょうって言ってるんですね。あとはこの、この人が見たこの物体の X 出し方向の動きを調べればいいだけじゃないかと。えさっきと違って今度はね、こいつの X 出し方向はこの人に見せたいって言ってるんです。 そこで、改めて運動方程式を書きましょう。いいかな今度はですね、えー、こいつをですね、静止観測者に見せるんですね。繰り返しになりますが、Y ら証拠はもう調べる必要はないんですよ。もう単振動なんです。で、X ら証拠を調べればいいんだけど、これ、静止観測者ですから、今度は本当に働いている力だけで運動方程式を書かなければいけません。で、まず、重力ですね。これは分解図にしておきます。それから、この d b からの垂直抗力ですね。 この力で運動するように、こいつには見えるんです。そして、X ら将校を見えてください。これだけなんですね。だから、運動方程式も非常にシンプルな、こんな式になります。質量かける加速度イコール力ですね。ということは、X ら将校は、等加速度運動であるということです。で、定数ですから、これ簡単に積分ができますね。いつもの積分作業をしていく。 確認をすると、時刻0、ちょうどね、ここを通過した時刻を0とすると、その時の斜面方向の速度は V0 でしたよね。それから、そこがちょうど原点に設定されてますね。うん、で、これで、積分を実行してください。まず、1回積分すると、速度の x' 成分が出てきます。で、さらにもう1回積分して x' 座標が出てきますね。これが時刻 t の座標なんです。 これでこの人が見たこの物体の x' 方向の動きが把握できたことになります。で、この結果を見ると、再び x' がゼロに戻る時刻がありますね。それはこれを解いて簡単にこう求まります。いいかなで、最後の質問ですね。この時刻にこの d b がちょうど原点に戻っていれば、 この小物体途中複雑な運動を起こしたとしても、えー、この時刻に原点に戻り斜面を滑り降りていくということがわかりますね。そのための V0 の条件を求めるという問題です。それは簡単で、この時間の間に、この代 B が整数回単振動してればいいんじゃないですか ?1 回でも2回でも3回でもいいんです。整数回単振動してればいいと。で、その整数というのを N という文字を使って表現しなさいと言っているので、 条件はこうなります、えー、この単振動の周期はオメガ分の 2π なので、この関係を持っていればですね、こいつは、えー、この原点に達することができて、斜面を滑り降りていきます。で、これを V0 に関して解き直します。はい。すなわち、えー、これが出題者が言っているラージュ V ということになります。N は1でも2でも3でもいいです。ちょっと2で確認しとこうか。例えば N が2のケースは、 結果的におよそこういう運動になるんですね。